ちは。今日はどんなご用でしょう。装備の清掃修理をご希望でしたらこちらで受けたまわります。あ、皇帝陛下、すいません、ぼんやりしていて気がつきませんでした。私は帝国に武器を納める鍛冶職人、ファブリ家の跡継ぎフロスティと申します。実は先日、剣の精錬中に我が家に代々受け継がれてきた大切な金槌を壊してしまったんです。これがとても珍しい金槌でして、修理には純鉄石が必要なのですが、鉱石が取れる場所には危険なモンスターが群れをなしていて近づくことさえできません。修理の施しようがなく途方に暮れていたところです。ファブリ家伝統の金槌を失ってしまったら、私の代で鍛冶職人の看板を下ろさなければならなくなるかもしれません。そんなことになったらきっと毎晩枕元におじいちゃんが化けて出ます。本当ですか？ありがとうございます。これはまさしく純鉄石。これで大切な金槌を修理できます。皇帝陛下、山よりも高く海よりも深く感謝します。このご恩に報いるため、ぜひ私に陛下の務めの一翼を担わせてください。はい、全身全霊をかけて守り抜きます。新しい装備の開発に日夜努力しております。今日はどのようなご用件で？鉄を打つだけではありませんよ。必ずお守りいたします。